山崎正和、水の東西を解説していきます。さて、皆さん、日本人らしさとは何だと思いますか？本作では、それを考えるために西洋の国々と比較するところからアプローチをしています。それでは、学習を始めましょう。まずはじめに、この作品を読み解く上で必須となる対比について説明します。例えば、ペットという括りでは犬と猫、主食という括りでは白米とパン、このように、一定のテーマに対する異なる二つの関係を指します。そして、共通、類似、相違の整理に役立ちます。例えば、主食の例で言うと、どちらも炭水化物という共通点、稲と麦から作られるという類似点はありますが、ご飯は炊く、パンは焼くといったように、調理法では違いがあります。さて、本作における対比として、獅子おどしと噴水があります。どちらも水を用いた芸術ですが、もちろん違っているところもあります。作中では、それぞれの特徴、人々に与える印象、好まれる地域とその理由について比較がされています。読み進めていく前に、本作の内容について述べていきます。1. 獅子おどしは我々に流れるものを感じさせる効果を持つ。2. 西洋の噴水は水の造形として人々の気持ちをくつろがせている。3. 日本人が噴水を作らなかったのは、水は自然に流れる姿が美しいという考えによるものだ。4. 形なきものを愛する日本人にとって、見えない水である獅子おどしこそが、水を鑑賞するための最高の芸術である。それでは対比、そして日本人らしさについて意識しながら読み進めていきましょう。獅子おどしの動きについて、筆者はこのように述べています。水受けに水が溜まる。同時に我々の緊張も高まっていく。水がいっぱいになるとシーソーが傾き水をこぼす。先ほどまでの緊張感もほどけ、また最初に戻ります。このように単純な緩やかなリズムが無限に繰り返され、何事も起こらないトロを我々にもたらす。それが獅子おどしの特徴です。そんな獅子おどしは我々に流れるものを感じさせます。流れるものとは、水の流れ、そして時の流れ。そういう点で、獅子おどしは、時間的な水、ということができるかもしれません。一方、噴水についても見ていきましょう。西洋の人々にとっては、獅子おどしよりも噴水の方が馴染み深く、リラックスできるようです。代表的な噴水の例として、筆者は、エステ家の噴水を引用しています。その特徴として、壮大な水の造形である。揺れ動くバロック彫刻さながら、音を立てて空間に静止している。といったように、噴水は動くというよりは、同じ空間に留まる水という点から、空間的な水というように述べられています。ここまでの内容についてまとめていきましょう。流れる水であり、時間的な水でもある獅子おどしは、水をせき止めたり、一気に流したりすることで、我々に流れるものを感じさせます。一方、吹き上げる水であり、空間的な水でもある噴水は、水を華やかに吹き上げることで、ニューヨークの人々の気持ちをくつろがせていました。水の芸術の好みの違いについてもまとめてみました。まず、日本人は獅子おどしを好みますが、噴水はどこか合わないなというふうに感じています。一方、西洋人は、獅子おどしを退屈な存在としていますが、噴水は華やかでくつろぐ存在と見ています。さて、ここで疑問が浮かび上がってきます。これらの水の好みの違いは何が原因で生まれたのでしょうか？日本で噴水があまり普及していない理由からそれらを考えていきましょう。なぜ日本人は噴水を作らないのかということに対して、まず外面的な理由から考えていきましょう。まずは空気。そして水道技術です。西洋では空気が乾いていて、そして水道技術が古来から発達しておりました。反対に日本では空気が湿っていて、そしてローマと比べると水道技術は未発達でした。こういうところから噴水が発達しなかったということも考えられますが、それよりも本当の理由というところに目を向けてみましょう。それは美的感覚の違いというところです。日本人にとって水は自然に流れる姿が美しい
という感覚がありました。作中に書かれていませんが、西洋についてあえて対比的に述べるなら、水は加工された姿が美しいというふうに言うことができるでしょう。そしてこの感覚の差というものはなぜ起きるのでしょうか。日本人らしさについて深掘りしていきましょう。日本には古くから耕雲流水という言葉があります。空を行く雲と流れる水、ひいてはこの世のすべては変化するという無常感や自然の成り行きに任せて行動するという意味になりますが、それは思想以前の感性によって定着されてきました。日本人は古来から形なきものを恐れない感性を持っていました。つまり形なきものを恐れない心から耕雲流水という思想が定着したということです。日本人の形なきものを恐れない感性については先ほど述べた通りです。そして獅子落としは流れて変化し続ける水であり、そういう点で形のない見えない水というように言えます。ただ見えない水をどのように感じるのか、それについても筆者はこのようにまとめています。ただ音の響きを聞いてその感激に流れるものを心で味わえばよい。そして形なきものを愛する日本人にとって、見えない水の獅子落としは日本人が水を鑑賞する行為の極致を表すというようにまとめています。後半の内容について3つの文で簡単に表したいなと思います。日本人は形なきものを恐れない感性を持っていましたね。そして獅子落としは形のない水です。つまり獅子落としは日本人にぴったりな芸術というように言えるでしょう。本作の内容について通して見ていきましょう。獅子落としは我々に流れるものを感じさせる効果を持つ。西洋の噴水は水の造形として人々の気持ちをくつろがせている。日本人が噴水を作らなかったのは、水は自然に流れる姿が美しいという考え方によるものだ。形なきものを愛する日本人にとって、見えない水である獅子落としこそが水を鑑賞するための最高の芸術である。それでは本作のまとめです。日本の獅子落とし、西洋の噴水という水の芸術の対比から日本人の精神文化の特徴について述べた作品でした。日本人は形なきものを愛し、獅子落としの響きを耳で感じることができました。その点で古池や河津飛び込む水の音という芭蕉の句も、見えない水を聴覚的に表した秀句と言えるでしょう。日本人らしさについて再認識できただけでなく、聴覚に秀でた日本人の今後の可能性についても考えるきっかけになる作品であるとも言えます。皆さんも芸術を目だけでなく耳でも楽しんでみてはいかがでしょうか。それではまた次回も楽しんで学んでいきましょう。ありがとうございました。